どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2021年39号、ワンピース最新話、1023話、うり二つを考察していきます。この1023話では、ゾロやサンジ、モモノスケ、キングのルーツ、そしてタイトルの通り、様々な表裏一体、うり二つが登場し、これまでの過去の物語や、そして今後の物語もつながる神回です。ゆえに考える要素がてんこ盛りです。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミック派の人は大いにネタバレを含む内容ですので、今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか。いきましょう。前回1022話では、ゾロ&サンジ VS キング&クイーンの戦いが始まりました。今回1023話のスタートは、引き続き王冠版との戦い。ここでゾロは復活しましたが、医者の宮城は副作用が怖いと言います。これはもしかすると薬の副作用でベビジジーチョッパーのようにゾロがベビジジーゾロになってサンジにいじめられる伏線でしょうか。これが1023話の話数の語呂合わせ。1つ目、青2歳でしょう。一応あと読むのは字形から英語の愛のあです。青2歳は英語でグリーンフォーン、緑の角と言います。つまり後に緑頭のベビジジーゾロとかかってくるのでしょうか。この青2歳という語呂合わせはあと2回登場します。そんな戦いを見ている疲れ果てたマルコは酔った白ひげの話を思い出します。それはレッドラインの上には聖地マリー城が建造されるはるか昔神の国があったという謎の話です。これが1023話の話数の語呂合わせ。2つ目、実在でしょう。ぼーっとしているマルコを同じく元白ひげ海賊団であり赤鞘九人男の伊蔵が救出します。場面は変わってゾロとサンジの前に立ちふさがるキング&クイーン。サンジはジェルマのレイドスーツを二度着てから体の様子が変だと言い違和感をゾロに訴えますが、またサンジはここでゾロにステルスブラックことおそばマスクに変身したのは2回だと申告しています。それはおそらくページ1と戦った時が1度目、そして桃之助を救ってキングと戦った時が2度目でしょうか。なるほど。しかしそれは意義あり。待ってください、サンジの証言はおかしい。こちらの証拠品を提出しましょう。サンジは1度目と2度目の間にステルスブラックに変身して女湯でナミとロビンを覗いていました。つまりサンジがレイドスーツを着たのは2度ではなく3度。女湯を覗いてバレたことがカッコ悪くてゾロに隠しているのです。このスケベ行為は後にこの1023話で重要になります。本編に戻りましょう。ここでクイーンはサンジに、ジャッジのせがれ、お前らガキ全員サイボーグだってな、その燃える足がマシンかと問いかけます。これも1023話の話数の語呂合わせ。1つ目の青2歳でしょう。このクイーンの問いかけにサンジは、俺だけは人間でやらせてもらってんだと返しますが、クイーンは人が燃えるかバカ野郎、ルナーリア族じゃありめえしと返すと、キングがこの発言にギロリと反応します。つまりレッドラインの上に昔々実在した神の国には超希少種族キングのルーツ、ルナーリア族の国が実在した。ルナーリアとは花の名前、ルナリアでしょうか。ルナリアとはラテン語で月のようなという意味であり、日本名はゴーダソウ。この実の形は月に似ていることからルナリア、月のようなと呼ばれています。ここでルナリアの和名ゴーダソウを語呂合わせしてみましょう。ゴーダソウの語呂合わせはゴーダソウ533話。タイトルはレベル4、消熱地獄、発火するキングのイメージ。さらに扉絵はトナカイと一緒に UFO を探している発火する男サンジです。そしてトナカイとは、僕の動画を何度も見ている人ならご存知の通り、トナカイの和名は純六、それは16、イム、イム様のメタファー、暗喩です。1年前の動画で僕はイム様の正体は宇宙から飛来した真の海岸を果たした三つ目族だとも考え、さらにこちらの動画ではイム様は雨や水の神だとも考えました。発火するサンジと消熱地獄、そして UFO と天竜人イム様、さらにルナーリア族がいた神の国、もう少しで何かがつながりそうです。ここでルナーリアも語呂合わせしてみましょう。ルナーリアの語呂合わせはルナーリア676話。タイトルは完全なる殺戮兵器。この殺戮兵器という単語は1023話でゾロがキングに、なるほど、殺戮マシーンとキングを表現しています。676話の殺戮兵器はシーザーが作った死の国を指します。これはつまり、なるほど、神の国とは死の国になったのでしょうか。
前回こちらの動画では、太陽の神ニカの神話はキングの種族ルナーリアから生まれた伝説ではないかと考えましたが、これは本当につながってくるかもしれません。しかも677話にはメガパンクが作った小型のドラゴンが登場しており、これは1023話の後半で登場する小型の竜である桃之助ともつながってくるでしょう。神の国についてはこの動画の後半で再び考えます。本編に戻りましょう。超希少な発火するルナーリア族のキングと同じように発火できるサンジの謎の能力とはジェルマの科学の力だろうと疑うクイーン。そのクイーンにサンジは、俺の情熱は炎の温度を超えていくと、わけのわからないことを言いながら、サンジがクイーンをぐるぐるの炎で切り刻みます。これが1023話の話数の語呂合わせ3つ目、鉄山でしょうか。こちらは先週語呂合わせのみ的中できました。クイーンもサンジと同じ鉄の改造人間ですから、その鉄のクイーンを切り刻んで鉄山です。さらに1023話の話数の語呂合わせ4つ目は切削。切削でしょうか。切削とは失敗作という意味であり、それはジェルマの失敗作サンジを指しますが、本当にサンジはジェルマの失敗作なのでしょうか。確かに幼少期のサンジは他の兄弟たちの改造人間と比べて鉄のように硬い外骨格が発現せず、失敗作の烙印を押されていましたが、サンジには外骨格ではなく別の能力、発火する能力が隠されていたのではないでしょうか。何度も言うように鬼ヶ島編とスリラーバーグ編は表裏一体です。サンジはスリラーバーグ編の頃からなぜか体を発火させています。サンジはスリラーバーグで波の裸を風呂場で覗いたスケスケの実のアブサロムにぶち切れて発火していました。しかもそれを見たゾロは唐突に何かに変身そうだとも言っていますから、これはステルスブラックに変身してワノ国の風呂場でナミの裸を見たサンジと表裏一体となっているでしょう。そんなサンジは1023話でステルスブラックに3度変身したことで体に違和感を覚えています。つまりこれが改造人間としてのサンジの天賦の際。1023話の話数の語呂合わせ5つ目は天賦の際。天賦の際でしょう。こちらも先週語呂合わせのみ的中できました。もしかするとサンジはジェルマの切削失敗作どころかジェルマの最高傑作である可能性。そしてさらに発火の語呂合わせは発火。825話でサンジはビトからジェルマの素晴らしさを説明されていましたし、しかも発火といえばもちろんこの男パールさんです。サンジがバラティエで戦ったパールさんは身の危険を感じると発火していました。ジャングル育ちの悪い癖、猛獣の住むジャングルで育ったパールさんは身の危険を感じると火を耐えちまう癖があるんだ。そんなパールさんの技は大特典ファイヤーパールプレゼント、プレゼントギフトです。つまりジェルマ育ちの悪い癖、失敗作サンジへの大特典、運命の贈り物、発火する能力、それはギフト、天賦の際。20年以上前からこの設定は存在していた可能性。いやいや、そんなバカなと思うかもしれませんが、こちらの動画で考えたようにサンジには改造人間の伏線が20年以上前に仕掛けられていました。それは簡単に言えばサンジが初めて喧嘩した相手鉄拳のフルボディとは、つまり改造人間の鉄のフルボディを表し、さらにフルボディが頼んだワインの名前はビルツブルガーシュタイン。これはおそらくドイツの有名なワインビルツブルガーシュタインを変化させた名前だと思われ、ビルツブルガーシュタインはドイツのフランケン地方の一級畑シュタインで採れたワイン。それはつまりフランケンシュタイン、改造人間を表す。故にフルボディの次に戦った発火するパールさんはサンジの発火する能力天賦の際の伏線であると考えます。場面は変わってゾロ VS キング。キングと戦っているゾロを見た川松と兵五郎は、ゾロの姿はリンゴの大名下月牛丸に瓜二つであり、牛丸は東神様として祀られている下月龍馬の子孫であり、さらに龍馬はゾロと同じ石眼だったと明かされました。これが1023話の話数の語呂合わせ6つ目、東神様でしょう。これはこちらの動画でも考えましたが、96巻の SBS でも匂わせていたようにゾロは下月龍馬の血縁者だったのでしょう。つまりゾロが修行していた下月村の下月幸四郎には妹か姉がおり、その女性がロロノアという男と結婚して生まれたのが下月の遠縁ロロノアゾロというわけです。つまりクイナはゾロの親戚でしょう。そしてこれもスリラーバーグとつながります。400年前竜を切った下月龍馬のゾンビを発火する剣飛竜火炎で切ったゾロと、鬼ヶ島で下月龍馬に瓜二つと言われたゾロは発火する飛竜キングと戦っているという表裏一体。キングの能力は幽竜の実モデルプテラノドンであり、いわば飛竜です。そして考えたいのはゾロの石眼です。
考察界隈では数年前からナルトのイメージからゾロの石眼は開眼して覇王色を使えるようになると考えられているようですが、この石眼は下月龍馬とリンクさせるためにデザインされたものだっただけかもしれません。ゾロが持つ刀エンマは覇気を勝手に放出する妖刀ですから、ゾロ本人も気づいていない覇王色という天賦の才をエンマがすでにカイドウ戦で引き出していました。またゾロの石眼は連載初期、つまり20年前から設定されていたと小田先生の師匠るろうに剣心に和月先生が対談で話していました。下月龍馬のモデルは小田先生の初期の読み切りモンスターズの主人公龍を切った龍馬ですから、ゾロと龍馬と龍の物語を小田先生はゾロの石眼を通して成立させたようです。確かに龍馬のゾンビは同じ位置に包帯をしていました。場面は変わって宝物殿2階の犬嵐 VS ジャック。ここで2人は1000年続いたズニー社の上の国モコモ公国が雷蔵を守ったために滅んだことを思い出しています。20年前から犬嵐は光月おでんを守れなかったこと、自分はまだ恩義があるおでん様の侍なのか、毎日自分に問い続けてきたと言います。これが1023話の話数の語呂合わせ7つ目、問う罪、問う罪でしょう。そしてこの犬嵐の自分への問いと語呂合わせ問う罪はズニー社の罪にもかかっているのではないでしょうか。1023話のタイトルはウリ2つ、発火する希少種族キングと発火するジェルマの最高傑作サンジ。東神様下月龍馬と下月村のドロノアゾロはウリ2つならば、犬嵐の罪とズニー社の罪もウリ2つ。千年歩き続けるズニー社の罪とはもしかすると犬嵐と同じように主君を守れなかった己への罪。これが1023話の話数の語呂合わせ8つ目、123からのズニー社でしょうか。こちらの語呂合わせは先週のコメント欄、海外から日本語の語呂合わせ予想に参戦した方が的中していました。さすがです。となるとズニー社は桃之助の声からのみ命令を聞いていました。つまり桃之助、いや光月家とは800年前に天竜人に滅ぼされた神の国と関連した一族、つまり同盟国でしょうか。ルナーリアとはルナリア、それは月の花、月の花という意味でした。そして和の国の都は花の都、その花の都を統治していたのは光月家です。月の花ルナーリア族がいた神の国と花の月の和の国の光月家というつながり、つまりルナーリア族がいた神の国と和の国も瓜二つである可能性。竜であるカイドウが鬼ヶ島を浮上させて花の都のオロチ城に鬼ヶ島を落とそうとしているなら、瓜二つである神の国も800年前に何かを落とされて天竜人に滅ぼされたと。カイドウの竜と天竜人が竜でつながる、それこそがクローバー博士が自分の命をかけてたどり着いた仮説、滅ぼされたある巨大な王国、神の国。僕は1年前、ある巨大な王国は月の民シャンディアがいたドクロの島のジャヤの左目に存在したと考えましたが、ある巨大な王国とはレッドラインの上に実在した神の国なのかもしれません。白ひげは酒を飲みながらそれを死に際のロジャーから聞いたと。ロジャーは死に際に白ひげと飲みながらラフテルの生き方を話そうとしており、さらに D の一族についても話していました。時々会うな、 D の名を持つ奴ら、 D ってのは何なんだと白ひげがロジャーに聞くと、ロジャーはよし教えてやろう、遥か昔の話だがと、ここで会話は途切れました。ここからは完全なる空想ですが、遥か昔 D の一族やルナーリア族が住んでいた神の国は天竜人に滅ぼされた。神の国の民たちの一部 D の一族は月の民シャンディアがいた現在のミネスロビーの位置にあったドクロの島のジャヤに逃げ込んだのでしょうか。そしてドクロの島の左目部分に古代兵器が打ち込まれ、島はひび割れ、大穴が生まれ、ドクロの島のほとんどは現在のジャヤの位置まで流された。そしてそこに残ったのは大穴とエニエスロビー。エニエスロビーのエニエスとは D をつけるとデナイス、拒否という意味になります。つまりエニエスロビーとは D を拒否した玄関、そして打ち込まれたドクロの島の左目部分の一部がラフテルなのでしょうか。そんな戦いはこちらの動画で考えた同士討ちの可能性もあります。つまり神の国で起きた神々の同士討ち、ある神様イム様の裏切り、そして D とはドーン夜明けの意志であり、それは一族といっても白ひげが言うように血縁は関係ない。もしかすると和の国の赤鞘九人男たちと同じように D の意志とは天竜人への仇討ちを誓った夜明けの意志。 D の意志、仇討ちを誓ったメンバーはゴール D、モンキー D、オートガス D、アグワール D、マーシャル D、トラファルガー D、ロックス D の7人。いや赤鞘九人男とウリ2つなら D の一族はあと2人登場するかもしれません。つまり800年前に D たちは天竜人への仇討ちに失敗したかもしれません。
なんて空想が思いつきましたが、どうなんでしょうか。本編に戻りましょう。ここで犬嵐は、頭童子が赤鞘たちを守って爆死した時に生まれた天井の穴から満月を見て数論になります。そして犬嵐は、世界に夜明けはやってくると言います。場面は変わって、ドクロドーム正面のネコマムシ VS ペロスペロ。ここでネコマムシは、爆死したペドロがいなかったらルフィたちはワノ国へ来れなかったと言い、ネコマムシもまた満月を見て数論になります。これが1023話の話数の語呂合わせ9つ目、天の道、天の道、もしくは天の導きでしょうか。アシュラ童子とペドロが作った道、導きです。場面は再び変わって、城内2階のライゾー VS クロクジュ。ここでクロクジュは、おでんなき今ガキに仕える、亡霊の赤鞘たちは滑稽だとバカにします。これも1023話の話数の語呂合わせ1つ目の青2歳でしょう。しかしライゾーは、人は必ず成長すると言い、場面は変わってトカゲ港。なんとそこに現れたのは、カイドウとウリ2つの巨大な竜。8歳の桃之助が熟々の実で28歳になりました。これが1023話の話数の語呂合わせ10個目、辰巳、辰巳でしょう。辰巳とは、八家の図における辰、竜と巳、蛇の間の南東の方角のことです。僕は、桃之助は大人にはならないと逆張りしていましたから、これは大外れだったようです。巨大な竜となった桃之助は、急にしっかりとした様子でルフィの問いかけに凄ましい返事を返します。そんなピンクの竜は、310話の扉絵にウリ2つです。さらにこのピンクの竜の伏線は他にもあります。10年前のコミックス68巻で小田先生は、大人になんてなりたくない、やいって君は思いますかと書いてありました。この時のイラストは、ピンクのウーパールーパーです。ウーパールーパーはドラゴンズベイビーや竜の子孫とも呼ばれていますから、これがピンクの竜、桃之助が大人になる伏線だったのでしょう。そしてさらにまだあります。映画ワンピースフィルム Z で配られたコミックス第1000巻でも、小田先生は、アホロートルという生き物は幼形成熟といって、幼少の姿を残したまま大人になったやつです、子供の姿で中身は大人と書いてありました。これも伏線でしょう。そしてまだあります。アホロートルで思い出すのは、パンクハザードのサラサラの実モデル、アホロートルを食べたスライム、スマイリーでしょう。このスマイリーは676話で完全なる殺戮兵器と呼ばれており、676話は先ほど考えた殺戮マシンことキングの種族ルナーリアにつながるのも面白いです。本編に戻りましょう。大人になった桃之助の隣では、忍が号泣しています。それは、大人になった桃之助の姿がまるで殿様、光月おでんとウリ2つだったからです。これが1023話の話数の語呂合わせ11個目、殿様、殿様でしょう。こちらは先週、語呂合わせも内容も的中できました。そしていよいよ、ルフィが巨大な竜桃之助に乗ってカイドウ退治に再挑戦ですが、ここで気になるのはルフィです。サンジには天賦の際で発動している発火能力があり、ゾロには本人が知らずとも眠っている覇王色の覇気を引き出せる閻魔があり、桃之助は巨大化して精神もしっかり大人になっていますが、ルフィだけはカイドウに敗れてから飯を食っただけです。これはあまりにも無策ではないでしょうか。ルフィにはまだ我々が知らない切り札があるのか。覇王色を拳にまとって敗北したなら、やはり今度は全身に覇王色をまとったルフィ、ギアフィフスが登場するのでしょうか。もしくは覇王色を桃之助にまとわせるのでしょうか。クジャのマーガレットは覇気を弓矢にまとわせていましたから、覇王色の覇気は人物にもまとわせることができるでしょう。そして光月ひよりが持ってくるであろう、おでんが桃之助に託した剣、雨の幅切りも気になるところです。もしかしたら、雨の幅切りにルフィは覇王色の覇気をまとわせるかもしれません。そして光月ひよりが登場すれば、もしかすると桃太郎が完成するかもしれません。鬼であるカイドウの目の前に、桃太郎の桃之助、猿のモンキー D ルフィ、犬のヤマト、大口のマカミことお犬様、そしてキジのイメージは光月ひよりこと小紫です。なぜひよりこと小紫がキジなのか、それは再び八家の図の位置を確認しましょう。和の国の地図の位置を照らし合わせると、竜であるタツは鬼ヶ島の位置であり、キジである鳥の位置は光月家が暮らしていたクリの位置です。つまり光月家の家紋の通り、キジ、つまり鳥は光月そのものであり、日和こと小紫はキジ、キジのようなクジャクのような着物を着ていました。故にキジは日和のイメージです。あの謎のシルエットが、もしも日和で雨の幅切りを持ってくれば、桃太郎が完成するでしょう。以上です。今回は物語の核心をつく激ヤバな神回でした。レッドラインの上に、遥か昔実在した
神の国、その王国の名はルナーリア族が住んでいたことから、そのままルナーリア王国でしょうか、それともドーン王国でしょうか、まだわかりませんが、とにかく高台にあった神の国は高台にある和の国と瓜二つだと考えますから、天竜人はおそらく800年前に神の国を乗っ取って自らを神と名乗ったのでしょう。それは和の国でも同じで、竜であるカイドウは明王という神として祀られています。となると1023話の扉に描かれたビビは何を表しているのでしょうか。ネフェルタリ家は800年前天竜人になることを拒んでアラバスタ王国で暮らしていますから、光月家もまた同じように瓜二つ、天竜人の命令を拒んで和の国に戻って鎖国をしたと。そしてさらに考えたいのは和の国でのカイドウの行動です。竜であるカイドウと天竜人が瓜二つならば、天竜人はカイドウと同じように奴隷を使って武器を作らせているということになるかもしれません。世界政府は白ひげが言っていたように、やがて来る巨大な戦いを恐れている。そのために世界政府は何百年も前から人間の巨大化について研究させていました。鬼ヶ島編が終わったらその巨大な戦いが始まるでしょう。続いてはいつものように次号1024話や1025話の展開を話数の語呂合わせとともに考えていきましょう。1024話の話数の語呂合わせ予想、一つ目は先週も提示したようにゼロを前につけておでんの死。おでんの死というのはどうでしょうか。亡き光月おでんの死を桃之助か忍が思い出して涙しそうです。1024話の話数の語呂合わせ予想、二つ目はこれも先週と同じく都人死。都人死というのはどうでしょうか。都人死とは都会に住んでいる人々のことですから、迫り来る鬼ヶ島や空を飛ぶ竜、桃之助に花の都の人々が驚いたり慌てふためくかもしれません。1024話の話数の語呂合わせ予想、三つ目は撤収。撤収というのはどうでしょうか。迫り来る鬼ヶ島に火祭りは中止となり、人々がその場から撤収するかもしれません。1024話の話数の語呂合わせ予想、四つ目は手にした。手にしたというのはどうでしょうか。もしかしたら雨の幅切りを手にした光月日和が登場するかもしれません。そして次の次、1025話の話数の語呂合わせ予想もゼロを前につけておでんの子が成立します。光月おでんの子、桃之助と光月日和が活躍しそうです。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。